気のせいかもしれませんが、よろしいですか。先ほどから某私鉄に乗車しているのですが、様子がおかしいのです。いつも通勤に使っている電車なのですが、先ほどから20分くらい駅に止まりません。いつもは5分か長くても7、8分で停車するのですが、止まりません。乗客は私の他に5人いますが、皆寝ています。特急とか確定とかの違いじゃないの？ちゃんと確認したはずだけどな。今でも、乗り間違えた可能性もある。かな。もう少し我慢してみます。また、おかしいようであれば相談させていただきたいと思います。と。本当に、どうしたんだろう。とりあえず一番端っこの車両に行って、車掌を見に行ってみれば。もし運転手が転換を起こしてたら大変だ。車掌室まで見に行ってこい。まだ止まる気配はないわね。見に行ってきます。と言っても。何よこれ？中が見えないじゃない。そういえば、路線と乗った駅名を書いてくれ。路線と駅名。路線は静岡県の私鉄です。窓をコンコンしてみたら。車掌さん。すいません。そういえば、何時の電車に乗ったの？乗ったのは確か11時40分の電車です。トンネル出てから速度が落ちました。普段からトンネルなんてないはずなのですが。あ、止まりそうです。駅みたいです。ここは、今、木更木駅に停車中ですが、降りるべきでしょうか。見たことも、聞いたこともない無人駅なのですが。ぜひ、降りてみて。いや、終点まで乗っててくれ。降りてしまいました。戻ろうと思い時刻表を探しているのですが、見当たりません。電車はまだ停車していますので、もう一度乗った方が無難でしょうか。で、と、書いてるうちに行ってしまいました。駅から出てタクシーでも探してみます。それがいい。気をつけてね。終電もとっくに過ぎた無人駅の終焉に、果たして容易にタクシーがあるか、甚だ疑問だな。タクシーどころか、何もないところでした。どうしたら。近くに電話ボックスがあったら、電話帳でタクシー会社調べて電話だ。と、とりあえず、親に電話した方がいいよね。もしもし、お母さん。乗り間違えたのか、木更木駅ってところに着いちゃったんだけど。時刻表とか何もなくって。迎えに来てくれない？え、わからない。うん、木更木駅で間違いない。わかった。地図で調べたらすぐ来て、なんだか怖いよ。ありがとう、それじゃ。本当に何なんだろう。あのさ、木更木駅、
ていう駅がないんだけども、もう一度駅名を確認してもらえない？ネットで調べてみたけど、如月駅っていう駅名が出てこないんだ。新浜松周辺にいることは、間違いないんだな。それと、近くに電話ボックスがあったら、電話帳でタクシー会社調べて電話。公衆電話は探したのですがありませんでした。他の人はどうしたの？降りたのは君だけかい？あ、確かに、私以外降りてないかも。それと、駅名は、如月駅で間違いないです。今ちょっと調べたら、鬼って書いて、如月って読めるのね。鬼駅とか、怖。如月駅の前と次の駅名を書いて。前と次の駅。なんで次の駅も前の駅も書いてないのよ。線路を歩いて帰りましょう。駅なんだから、周りに民家くらいあるよ。あ、そういえばそっか。パニックになってて気がつかなかった。早くこんなところから帰りたい。先ほどおっしゃっていたように、線路をたどっていけば帰れると思いますので頑張ってみます。ネタだと思われてもいいので、また何かあったら、相談させてください。方向間違えるなよ。あと、トンネル内は気をつけろよ。何もないところで携帯の電波は届くのか。駅から動かない方がいいと思うが。寒い夜、駅員がいない一人ぼっちの駅。もうすぐ電球も落ちて、真っ暗になるかもしれないじゃん。線路はもっと真っ暗だろ。それに、これからトンネルもあるんだぞ。それでも駅で夜明けを待った方が無難だったかもね。夜中に一人でじっと待てる。見慣れない、奇妙すぎる土地で。夜中に一人でトンネル通れる？見慣れない、奇妙すぎる土地の線路で。なんか、喧嘩になっちゃってるよ。とりあえず今の状況を書き込まなきゃ。父親から問答があり、まずは警察に頼めと言われました。多少抵抗はありましたが、警察に電話したところ、いたずらだろと言われて切られてしまいました。それなら、駅で始発を待った方がいいんじゃないか。何？この音。太鼓？鈴？なんなの？私はどうしたらいいのよ。とりあえず、駅に戻れ、はすみ。迷ったら最初の現場に帰るのが一番だ。太鼓と鈴の音、お祭りでもやってるんじゃないかな。そんなの知らないわよ。私怖くて、後ろ振り返れないくらいなのに。駅に戻りたいよ。でも怖いんだよ。おい、線路の上は危険だから、歩いちゃダメだよ。人の声。もしかして、駅員さん。電車が来たら引かれちゃうぞ。あ。あ。いやー。走って、絶対に振り向いちゃダメ。もう駅に戻らないでね、連れて行かれるよ。そんなの言われても、動けれないよ。それに、太鼓の音が勢いを増して、近づいてきてるし。はすみ、とりあえず夜明けを待て。明るくなれば怖くないよ。はすみん、落ち着いて聞いて。俺の言うことを聞いてね。太鼓の鳴る方に行ってみてね。
太鼓を叩いてる者がいるはずだから。お前はハスミをどこへ連れて行く気だ？違うよ、ハスミンは今から連れて行かれるんだ。だから、戻れるなら、戻った方がいいんだよ。ハスミンはもう、この世の人じゃない。残念だけど、ハスミンの書き込みからは、生きた人間の感じがしない。自覚しないと、成仏できないよ。そんな、死んでるって？嫌だ、私はまだ生きてるの。死にたくない。じっとしてても、好転しそうな気配じゃないのは、確かなようだな。ハスミン、とりあえずトンネルを抜けたら安全だと思うよ。トンネル抜けたらすぐ通報して保護してもらいなよ。頑張って、トンネル抜けようかな。音も近くなってるし、もうそれしかないよね。私が、無事にトンネルから出たら、書き込みをします。と。早く、家に帰りたい。やっとトンネルから抜けれた。あれって。人がいる。よかった。これも、助言していただいた皆さんのおかげです。ありがとうございました。すみません。誰かいるって、こんな時間にか。それは怪しいぞ。今すぐそこから離れた方がいいんじゃないか。でもせっかく人に会えたんだし、一人孤独よりはいいんじゃないかな。とても親切な人でした。車で、近くの駅まで送ってくれるそうです。そこにはビジネスホテルもあるらしいので、車で乗せてってもらいます。ハスミ、その人に地名を聞いてくれないか、そこは一体どこなんだ？ああ、確かに、まだ聞いてなかった。すみません、ここってなんていう場所なんですか？ここは、ヒナという場所じゃよ。ヒナってどこだ？不思議な話だ。こんな夜中に、女性を乗せる人がいたのか。何してたんだそいつは。本当にこの道で会っているんですか？先ほどより、どんどん山の方に向かっています。とても車を置いていく場所があるとは思えないのですが。待て、行くな、ハスミ。もう、バッテリーがピンチです。様子がおかしいので、隙を見て逃げようと思います。